夏のツアーまでにアルバムを仕上げ、ツアーに挑むっうて。んと夏のツアーで。おい、レコ発よ。レコ発。いよいよ最終話。第7回。行く？行くで。レコ発ライブ。生秋。サマータイムフォークっていうアルバムも作ったらどうかな。いいかなっていうことなんですよ。そうね。サマータイムフォークっていうタイトルのアルバムはいいかもしれないですね。それがあったらもうそのレコ発ライブですから。うん。うん。結構、イメージは。迷うことないよね。こっちに行く感じで。はい。レコ発や。レコ発。とりあえずですけど、タイトルチューン曲が。ね、うん。まあ、タイトルチューンが別にな、必ずない、ないとあかんちことでも、ないやろけど。はい。まあでも、うん、モチベーションにはなるので、私は考えるなとは思う。ほほ。野心家やね、やっぱりこの、何だっけ、この間の、放送で言ってた、エロと権力で、ね、邁進する。エロと権力で邁進する男、さすが。最悪の、最悪のインプットな、お前、俺のインプット。さすがですわ。体現し、体現中。そうやな。まあ、はい、サマータイムフォークは権力よりやけどな。タイトル中はとっとく。まあいいよ。エロ感は、エロ感は特に動いてる。エロ感はな、まあ、どう乗せてくれるかは見物やな。うん、そうやな。おう、あの、期待してます、じゃあ。はい。はい。ね、フォーク、はい、フォークですか、はい、それは。うん、うん。なんかさ、こう、サマータイム、サマータイム、サマータイムって夏の時間なんやけど、うん、で、不思議とサマータイムって言うだけで、こう、ちょっと、寂しい感じがする、うん、するよね。うん、何か。わかる。その感じが大事な気がするのよね。やっぱりなんか、ちょっと、哀愁というか、郷愁も感じさせる言葉やな、と。うん、うん。思いますね。カラッとはしてないですよね。そう、カラッとはしてないんです。うん、そこのとこでよろしく。そういうテイストで。よろしくね。原田くん。最高やね。もう、しぼんでいくな、うん。俺のモチベーションがどんどんこう。サマータイムフォーク。まあ、じゃあ、それはちょっと、おいおいね。まあ、こんな感じでいいんじゃないかと、今日のミーティングは。そうですね。ちょっと、うん。うん、前向きに考えましょう。そうやね。はい。もう、あんだけステージ上でキリー歌ったからね、有田さんが。うん。めちゃくちゃ、見返してもめちゃくちゃかっこよかったね、あのシーンの。いや、すごかった。映像で。うん。やっぱもう。うわ、有ちゃん。だってやな。ないなぁと思って、うん。この人の貫禄はだってやないな思いました、あの映像でね。はい。うん、はい、閉まりました、ビシッとね、はい。はい。まあちょっとイメージ持って曲とスケジュールをまた送ります。お願いします。はい。はい。お疲れさん。はい。はい、お疲れさんでーす。はい。たとえ私の歌が下手そうでも出すんですかアルバム僕ら作る世界がダサくてもまあとにかく半年後ぐらいにはねみんなバッとそうだじゃないけど素晴らしい涙が出るよ原田というものが京都やなっていう残